前回、木の多岩についてサクッと語ったのですが、コメントとかを見ていてふと気づきました。何に気づいたんだよ。ミマナの地理って説明なしだと理解が結構難しいんじゃないかと。今頃気づいたのかよ。ということで、今回は、ミマナの地理について、解説します。お相手は、うっかり作者ハルキーと、キダイダー WO です。ってラジオかよ。古墳時代中期、大和政権が本格的に朝鮮半島に乗り出す時代です。朝鮮半島は魏志倭人伝の時代よりも少しまとまった勢力図になっています。こんな感じです。間違えました。勝手に俺たちの集合写真あげてんじゃねえよ。こっちです。南南軍、手番軍、ブヨなどは高句麗に吸収されています。よくそ、ワイハクも同様です。馬韓北部では百済が台頭し、新韓では新羅が台頭し、弁韓及び大国に統合されていないあたりがミマナです。これをまとめるとこうなります。高句麗、百済、新羅、ミマナ諸国、ミマナ4県。ここに我が加わり、6国死といった状況か。そんなところです。で、北部の高句麗と我が直接対決するのは極めてレアケースなので、次は朝鮮半島南部を重点的に解説したいと思います。よろしく頼む。ちなみに朝鮮半島南部の主要民族はいろいろ混ざっていますが、漢族です。ところで漢城百済は今のソウルなのでかなり北ということになります。一方で新羅は僕の頭のあたりなので、かなりこの赤色のミマナよりということになります。つまり、こういう位置関係なので、百済側と親しく、新羅側と争うのはある意味、地名乗りなのです。なるほど。兵法36系の第23系。遠行近行だな。ふん、兵法書マニアかよ。この野郎。で、漢城百済はケロワンの時代に高句麗に滅ぼされ、息子のムンジュワンが有心に戦と、さらにミマナ滅亡が近い孫明王の時代にサリに戦とします。ちなみに和は古墳時代後期です。で、南に追いやられれば百済だってミマナが欲しくなるのは当然です。新羅と和は当初から争っていますが、そこに百済が加わって、以降、ミマナをめぐる、は、新羅、百済の思惑が錯綜することになるのだな。はい。一方で新羅はもともと弱小国ですが、百済の孫明王の頃にはタムワンが律令を整え、強国化していきます。そして、ミマナの併合を望みます。殺伐とした時代だな。また、和の王からもわかる通り、和は宋に強行して、新羅、百済、馬韓、新韓、ミマナの支配を主張しています。最も主に宋に強行したくらいで、以降、新王記事があるだけですが。一旦、聖徳太子の時代まで、中国との外交に魅力を感じなくなったのだな。そのようです。さらにミマナ諸国はミマナ諸国で手柄を中心に統合を始めます。こんな状況なので、ミマナ4県はどんどん風前の灯火となっています。よし、じゃ、次はそのミマナ4県についてクローズアップしろ。この手下も人使いが荒いな。俺、色薄いな。ミマナ4県は4山岩流域あたりです。文化的にも他と少し異なるため、朝鮮半島南部は大きく、百済、新羅、ミマナ諸国、ミマナ4県と分けるのが妥当と僕は考えます。お前、ミマナって言葉を使っても大丈夫か？ミマナ諸国をカヤ諸国、ミマナ4県を馬韓南部といったあたりにお茶を濁す方が無難だぞ。僕、そういうことをするナショナリズムに忖度する御用学者が大嫌いなんです。つまり、御用学者はさっさと死ねと？バカ野郎。僕、そこまで過激じゃねえわ。しかし、ミマナ諸国は弁韓だけど、ミマナ4県は馬韓南部なんだな。そうなんです。だから、ミマナ、弁韓、カヤって単純に置き換えちゃいけないんです。それぞれの言葉はもっと大切に扱わなければいけないんです。お盆過ぎても相変わらず燃え盛るように暑いな。残暑みたいに言ってんじゃねえよ。で、韓国でチャンゴ文、いや、前方後円墳が見つかっているのですが、基本的に確実な前方後円墳はこの4山岩流域から見つかっています。僕、思うんです。前方後円墳がミマナ4県あたりに作られたのは、決して偶然ではないと。そりゃそうだろうよ。なお、4山岩流域では九州系横穴式積雪の要素が見られたり、円筒系土製品、つまり、円筒派には相当のものも出土しています。つまり、和人が住んでいた可能性は高いということだな。ただ、ナショナリズムのせめぎ合いで、百済に属する和人か、和に属する和人かってところで揉めてます。で、お前自身はどう考えているのだ？お茶を濁せと言った割に、ド直球のところを語らせるのかよ。
すべこべ言わず語れ。日本書紀は、ミマナ諸国を属国のように記述し、ミマナ四県を直轄地のように記述しています。こんな回りくどい嘘をつくだろうかと僕は考えています。また、後世の考古学的知見までも考慮した嘘をつくだろうかとも僕は考えています。なるほどな。ところでミマナ四県は起こしたり、あるしたり、さだ、室のことですが、その否定地には諸説があります。ま、それはともかくとして。まず、慶太3年にミマナの大和の阿形村に居住する百済人の3世から4世の戸籍を百済に譲渡し、4世代ってことは最低100年以上、大和の阿形村は存在したということだな。そして、慶太6年にミマナ4県を百済に割譲します。奪われる前に手放したってところだろうな。でしょうね。利権が絡むと、正直なところ、白木も百済も手早も敵ですからね。ちなみにミマナ4県割譲の時のありしたりの国の御子と持ちが穂積の海の牛山です。ちなみに大友の金村や穂積の牛山は賄賂を受け取ってたのかな。もらってたんじゃないですか？もし、もらってなかったら、現代の政治家より成人です。またも辛口だわ。とりあえず、なんとなくミマナ4県のことが分かったから、次はミマナ諸国あたりを解説しろ。はい。僕、この位置でこの大きさかよ。つべこべ言わず語れ。はい。引き続きは和百済に古文多さを譲渡します。これ、わからなくもないです。どうしてだよ。ミマナ四県を失ったら、ミマナ四県から和への道筋である古文多さなんて、持っていても仕方ないじゃないですか。ほんとかよ。でも、ここでミマナ諸国の最大勢力にして命したるハセ国こと手ヶ谷が要望します。今、私の願い事が叶うならば、古文多さをくださいと。そんな翼をくださいみたいなノリかよ。でも、これもわからなくはないです。そやミマナの地における物流の要衝たる古文多さなんて、百済よりもミマナの国々の方がそれを欲しいでしょうからね。ところであなたは谷名の鉄をご存知でしょうか？確か朝鮮半島支配の始まりの時代である神宮皇后の時代に、百済が谷名七鞘の太刀や七つ子の鏡を含む数々の珍宝を贈与し、末永く谷名の鉄を贈与すると約束したって話があったか。ちなみに谷名はチョルラナムド国尊軍だったかな。確かと言いながら、丁寧なご説明ありがとうございます。なお、日本書紀は和視点のため、当然、和が尊大なように表現されていますが、そのあたりをさっつけば、割と正直なところを書いているように見えます。義士統一伝の時代から、つまり、卑弥呼の時代から、和は朝鮮半島に鉄を取りに行ってます。その流れで行けば、和に鉄を送るための出張所をミマナに設置しても不思議ではないです。いや、むしろ、ミマナ四県って谷名の鉄の採取に始まりがあるのではないでしょうか。そして、ミマナ四県が製鉄業を中心とした一大コンツェルンだったとしたら、これぞまさしく、南マハン製鉄株式会社、マーテツ。マンテツみたいに言ってんじゃねえよ。センシティブな人に怒られるぞ。でも、そういう風に考えると、大友の金村は第二次世界大戦で満州を素早く手放すようなことをやってのけたというわけだな。一つの見方をすればそうです。また、和の本国に十分な鉱物資源を送ったから、穂積の牛山はきっと和国はあと10年は戦えると言ったかもしれませんね。ガンダムに登場するマクベか。話を戻し、こういう重要な場所をただで和が渡すかなとも思います。普通、戦争するよりはお安い費用で和にも見返りを与えると思うんですよ。そう考えると、神宮皇后の時の谷名の鉄の約束、実はミマナ四県を譲渡した時の話のような気もします。ミマナ四県の対価がそれか、あり得る話だ。そして、同じように20年後、ミマナの一部を白木に奪われることになるのですが、和はその対価を受け取っています。それがミマナの御付きです。ミマナの御付きを全力で否定する人がいますが、対価の改新の頃まで存在するものですからね。そんな近い時代の嘘ってなかなか難しいと思います。白木がミマナなど四遊を制圧したのが532年頃、ミマナ諸国が滅亡するのが30年後の561年、ミマナの御付きが廃止されるのがさらに80年後の646年。つまり、ミマナの御付きを中心に考えれば、白木にとっては30年程度金管付近が安全保障税の対象である狭い意味でのミマナ。さらにミマナ全土を支配してもなお、その安全保障税が廃止されることなく80年程度続くわけだから、競技のミマナってのはミマナの競技由来する定義だと僕は予想します。もちろん、ミマナに競技の意味があるとすればですが、
ちなみに日本書紀では広い意味での美マナしかなく、中国史書だと、地域名が母漢、神漢、美マナ、国名が百済、新羅からと考えられるので広い意味の美マナしかなく、法輪寺の碑文である金漢の王族が美マナ出身というのは講義教義どちらとも取れ、三国式に登場する豪種の出身地である美マナからは金漢ではなくかなり北に思えます。広い意味での解釈が正解かもしれません。それは公海道王妃の美マナからも同様です。高句麗が金漢まで攻めるのは違和感があるので抗議かなと思えるのです。しかし、全然進まねえな。そろそろ美マナ諸国解説しろよ。はい。美マナ諸国の全部を説明する気はありません。歴史とかも今までに語っていますしね。じゃ、お前の語りたいポイントだけを語れ。イエスサー。まず、我がよく攻める佐原の差しってここです。西金の逃亡を助けたもマリ式はここの王でもあるので、カツラギの卒彦は佐原の差しを攻め、大量の捕虜を連れ帰るわけです。で、一説に雨の日ボコが甘く下ったのがうるさんです。それから我がよく包囲してしまう白木の人がここです。美マナ諸国と近いんだな。そもそも神官と弁官の境って曖昧とさえ言われてますからね。白木の説明はここまでにし、白木が真っ先に滅ぼした国が徳古屯、蟻子から、卓順です。蟻子からはキムスロが建国した金管家屋で、強国として有名ですが、実は日本書紀ではそれほど重要な国でもありません。日本書紀で美マナ最強の大国は手賀屋ですし、和と一番関係が深い大国は荒です。そうそう、忘れてました。よく議論になるのが弁神と黒国です。ああ、お前が博物館の近くでサムゲタンを食べたという。そっちより牧場博物館のことを思い出せよ。末期をいっぱい見たようだな。末期以外もいっぱい見てるわ。で、徳呂国は和と接すると書かれてあるのでそこが議論になっています。我が美マナそのものだったら、美マナ内の一国と接するという表現はないし、空の人々が和に雑居するように和の人々が空に雑居するくらいでは当たり前すぎて接するという表現はないでしょう。となると、我が金管でそれと接するという考えと、海で隔てているけれど、交易によって和と接するという考え方があると思います。僕は後者を考えていますが、議論しても結論が出ないので先に進めます。よし、先に進めやがれ。金管は日本書紀ではあまり活躍しないので末期を見たよ程度で解説を済ませ。お前、本音が口から出てるぞ。そこは尺の関係で割愛するとか綺麗な言葉にしておけ。はい。一方の手賀屋は最後に美マナ諸国統一を果たしたかもしれませんが、尺の関係で詳細な説明を割愛します。最悪のタイミングでのアドバイスだったわ。で、我が日本府を置き、和の拠点にして最後の砦であるアラは、こういう炎の透かしの末期を作っています。一旦末期は忘れろ。視聴者には全部同じに見えてるぞ。失礼な指摘だわ。じゃ、古墳の方を。よし。で、日本府ってあんなことハマン軍にずっとあったのかは不明です。美マナ四県を割譲したからここに移ったのかなとも考えています。日本府は和人が多く住むところに置かれるというのが僕の持論です。また出たな。ジーク持論が。ジーク持論みたいに言うんじゃねえよ。前回の木の大岩の時、大和の御子とも試練中がミリムを攻めるじゃないですか。あれってあらより美マナ四県からの方がスッキリするかなと。確かにな。で、これで美マナの地理について思っていることは述べられたか？あと一つだけよろしいでしょうか。言うと思った。日本府が日本書紀に登場する前の百済の亜神王の時代に、我が百済からトムタレ、剣南、シシム、国名、東漢を脱出したという記事があります。公海道王妃の時代です。時代にはこれを変換しますが、和と百済の係争地は本来この辺りだったのだなと思います。確かにな。ってな感じで美マナの地理について見渡してみました。満足か？満足です。ではでは。